ソグド文字はアラム文字から派生した中世イラン語のソグド語を表記するための文字。右から左に書かれアブジャドに属する。ウイグル文字やモンゴル文字の元となった。古代のソグド文字はトンコウの近くで発見された紙に書かれた4世紀の手紙及びパキスタン北部の国文により知られる。古代の文字は書く文字は通常分けて記され続け書きした場合も 字型が変形しない。6世紀以降のソグド文字は、世俗の文章、及び物点やマニキ文献に見られ、単にソグド文字といった場合にはこの文字を指す。文字は続け書きされ、判別の難しい字がある。例えば、と N は区別が困難で、さらに Z も N と区別なく書かれることがある。後世になると筆記体風の書体が発達し、 さらに多くの字が判別困難になった。ソグド文字はパフラビー語と同様、しばしばアラム語の単語を書いてソグド語で読むという特殊な書き方をするため、実際にどう発音していたかを知るのが難しいところがある。キリスト教徒はシリア文字の東方書体でソグド語を記した。ソグド語のために三つの文字が追加されている。内容は大半がシリア語からの翻訳で、 文献的な価値は低いが、母音記号が存在するために、言語学的には重要である。マニキョとはまた、シリア文字のエストランゲロ体に由来する文字でも、ソグド語を記した。古代ソグド文字は2015年にユニコードに対する追加の提案がなされ、2018年のユニコード11.0で、追加多言語面の U プラス 10F00、U プラス 10F2 回にブロックが追加された。 ソグド文字についても2016年に収録提案が出され、同様にユニコード11.0で追加多言語面の U プラス 10F30、U プラス 10F6 回に追加された。シリア文字によるソグド語表記についてはシリア文字に統合されている。ありがとうございます。